ロシア・ウクライナ戦争が展開されるにつれ、当初は守勢に回っていたウクライナ軍は重要な勝利を収めて勢いを増した。ウクライナの回復力を高めるのに役立ったのは米国や西側諸国をはじめとする世界的な大国からの支援だった。中でもポーランドは戦略的支援を提供しただけでなく、潜在的なロシアの侵攻を阻止するために国境警備を強化した。ウクライナにドイツ製レオパルド2戦車を供給するというポーランドの戦略的な動きが転機となった。これらの戦車は有力国の諜報機関のコミットメントとともにウクライナ軍に実質的な優位性をもたらした。彼らは奇襲攻撃を成功させ、ロシア軍に大きな損害を与えた。ロシアの重要な弾薬輸送隊を阻止したことで、ウクライナの戦術的優位性がさらに高まった。ポーランドの揺るぎない支援に苛立ったプーチンは、ベラルーシとポーランドの国境付近にベラルーシ軍とロシア軍を動員するというリスクの高い戦略を考案した。この作戦は、ウクライナの重要な生命線を断ち切ることを狙ったものだった。しかし、この大胆な動きは予想外の反応を見せた。ベラルーシ軍を紛争に巻き込むというルカシェンコの決断は、仲間内に不和をもたらした。ロシア兵による人種差別的発言は緊張を悪化させ、ベラルーシ軍とロシア軍の対立を招いた。数千人のベラルーシ軍兵士が持ち場を放棄し始め、ルカシェンコを油断させた。ポーランドの要塞化された国境は、NATO の明確な支援と相まって、いかなる侵略にも抵抗があることを明確にした。ウクライナの独立に対するポーランド政府の揺るぎないコミットメントは、ポーランド政府の立場をさらに強固なものにした。ウクライナの諜報機関は、ポーランドのカウンターパートと協力して、見事な戦術的策略を実行した。ベラルーシの無線通信に潜入し、ポーランドがロシアに宣戦布告したという偽のメッセージを流したのだ。この策略によりベラルーシ軍は国境から速やかに撤退し、ロシア兵は形だけの部隊を残すのみとなった。ウクライナで犠牲者が増え経済が低迷する中、プーチンは岐路に立たされた。ポーランドとの国境にロシア軍を配備したことで資源はさらに逼迫した。この戦略的転換はドネツク、ルハンスク、バフムートといった主要地域で得た利益を危うくした。ウクライナ軍はこの好機を捉え、新鋭戦車による大攻勢を開始した。彼らは最小限の抵抗で司令部を迅速に占領した。特筆すべきは、長い間プーチン政権に抑圧されていたチェチェン兵が降伏したことで、ロシアの指導者の権威はさらに失墜した。プーチンの信頼は、彼の急速な変貌を世界が見守る中、深刻な打撃を受けた。ウクライナとの予期せぬ和平交渉は、驚くべき運命の逆転を告げるものだった。主要地域が脅威にさらされ、人手不足に陥ったことで、パワーバランスはウクライナに有利に傾いた。ウクライナに駐留する部隊の大部分を放棄するというプーチンの決定は、重大な誤算であることが証明された。ウクライナ領内で優勢だったロシア兵は、今や撤退を余儀なくされ、ロシアに戻れば医療施設や人員の深刻な不足に直面している。この決断の影響は軍の士気と国民感情の両面で悲惨なものとなっている。ウクライナ軍の自己改革は国際的な注目を集め、最近の勝利はロシア軍に大きな損害を与えた。負傷したロシア兵のための重要な秘密病院を発見したことは紛争の転換点となった。その後の攻撃でロシア軍にとって重要なライフラインは事実上無力化され、負傷兵は医療を受ける場所を失った。秘密病院が破壊されたことでウクライナ軍は作戦を強化する好機をつかんだ。負傷したロシア兵をロシアに帰還させたことでプーチンは本当の犠牲者数を隠したため、ロシア国民の間にさらなる動揺が生まれた。このためロシア軍の士気は著しく低下し、すでに悲惨な状況を悪化させた。プーチンは支配を維持するため、ロシアのメディアを厳しく監視し、権力を維持するためなら手段を選ばないという姿勢を示した。しかし、ロシア軍と国民の不満の高まりはますます明白になっていった。プーチンの立場が弱くなったことは明らかで、クーデターの可能性についての憶測が流れ始めた。ウクライナは、ロシア軍の物資と弾薬が減少していることを利用し、輸送に使われる重要なルートを特定。傍受した。この動きによりウクライナは資源面で大幅に優位に立つことができ、
ロシア軍の弱体化がさらに進んだ。ウクライナ軍の戦略的洞察力と揺るぎない決意は、戦意を喪失したロシア軍兵士とは対照的だった。ウクライナ軍が戦略的な前進を続けるにつれ、プーチンへの圧力は高まっていった。ウクライナ軍の勝利はロシア国内の大きな不安定化につながり、プーチンの政治的支配を危うくする可能性があった。ロシア国民の強制徴兵が仇となり、ロシア軍の立場はさらに弱体化した。ザポリツィアは戦争の重要な戦場となり、地域支配の要となった。ウクライナ軍はその戦略的重要性を認識し、この地域をロシアの占領から恒久的に解放しようとした。しかし、ロシア軍は強大な防衛線を敷いており、進撃するウクライナ軍にとって大きな試練となった。転機となったのは、ロシアによるこの地域の虐待と搾取に憤慨したウクライナの農民たちが、自らの手で問題を解決したことだった。彼らの行動は当初、生産性の妨げとなったが、ウクライナ軍が介入して重要な支援を提供するきっかけとなり、村人たちは武装し、決意を固めた。ウクライナ軍が最も成功させた戦術の一つは、村人に扮したウクライナ軍兵士をロシア軍部隊の集中地帯の近くに潜入させるというものだった。この作戦はロシア軍を油断させただけでなく、かなりの数の兵士を捕虜にした。ウクライナ兵による極めて重要な動きは、村の近くにあるロシア軍司令部を他の地域の司令部から切り離すよう要求したことだった。この戦略的作戦によってロシア軍は混乱し、準備不足に陥り、ウクライナ軍のさらなる進撃に道を開いた。ウクライナ軍はこの成功で勢いを増し、ザポリツィアの別の村を解放した。これにより、ウクライナ軍は領土を確保しただけでなく、紛争におけるロシアの立場を見直すよう圧力を強めた。ザポリツィアでのウクライナ軍の勝利はウクライナ全土に響き渡り、市民の間に新たな目的意識と団結力を植え付けた。この作戦から学んだ教訓は、ウクライナの兵士たちに力を与え、ロシア軍をこの地域から追い出すまでの期間が短縮される可能性を示唆している。戦略的作戦の成功により、ウクライナ軍は最終目標であるウクライナ領土からのロシアの完全追放を達成する体制が整った。この決定的な動きによって、プーチンとロシア軍は不安定な立場に立たされ、次のステップについての憶測を呼んでいる。激戦の震源地バフムートで、大きな変化が起きている。ウクライナ軍の戦略的な動きによって最前線に躍り出た一方で、ロシア軍はますます追い詰められている。本校では、この紛争の力学を変えた極めて重要な瞬間に焦点を当てながら、最近の動向を掘り下げていく。ウクライナ大統領の参謀長であるアンドリー・ギエルマクは、第二次世界大戦との類似性を示しながら、この地域に公式に宣戦布告するという歴史的な瞬間を迎えた。この戦闘は、この地域におけるウクライナの抵抗の歴史において最大かつ最も重要なものであった。ロシア軍は当初、ウクライナ・インド軍の一時的な撤退に浮かれていたが、やがて意味のある反撃を行えないことに気づいた。ウクライナの戦術的作戦は、紛争勃発以来の画期的な出来事だった。ロシア軍は、勝利の獲得が長期化することに直面し、代替策を選択した。しかし、ウクライナの反撃は決定的だった。部隊を固め、地域を平定することで、ウクライナ軍は大規模作戦の部隊を整えた。ウクライナの機関将校による綿密な情報収集と徹底的な点検は、戦略的な優位性をもたらした。ウクライナ軍の成功の重要な要因は、ロシア軍の地下壕を的確に狙ったことだった。彼らの戦略において重要な要素であるハイマーズは、極めて重要な役割を果たした。発見されたロシア兵の壕に放たれた壊滅的な威力は、この戦術の有効性を実証した。壕が破壊された結果、侵攻してきたロシア兵25人が死亡した。予想通り、多くのロシア兵が撤退した。しかし、ロシアのメディアはプロパガンダを通じて、この作戦の影響を軽視しようとした。ウクライナ軍は撤退した前線を占領し、自分たちの利益をさらに強固なものにした。プーチンは、この地域からのロシア軍の撤退に憤慨し、大幅な政策転換を余儀なくされた。このことは、ロシアの多くの地域で報道の自由がないことを浮き彫りにしている。この地域のロシア軍は、ロシア軍兵士や少数民族と共に、
ワグネル傭兵を含む2つの異なるグループから構成されていることに注意することは極めて重要である。訓練を受け、有罪判決を受けた兵士で構成されるワグナーグループは、この紛争に独自の側面を加えている。禁輸措置によるプーチンの制約により、ロシア軍は弱体化している。最近のプーチンの行動の変化は、プーチンの影響力の弱体化を示唆しており、重要な転換点を示唆する可能性がある。この動きは、国内的にも国際的にも、プーチンの権威に対するより大きな挑戦の前触れかもしれない。紛争の初期段階において、ロシアはウクライナからの速やかな降伏を予想していた。セルゲイ・ショイグ国防相やバレリー・ゲラシモフ参謀総長ら軍指導部は、2週間以内の勝利を見込んで短期決戦に備えた。しかし、紛争が長期化するにつれ、ロシア軍は予期せぬ困難に遭遇し、混乱と兵站の断絶を招いた。ウクライナがロシアの軍需ネットワークを戦略的に標的にしたことで、ロシア軍は部隊に十分な物資を供給できなくなり、紛争における重大な転機の一つとなった。これにより、ロシア兵は基本的なニーズを満たすことさえ困難になった。こうした苦境に直面した兵士の一団は、この問題を解決するために指揮官に詰め寄ったが、厳しい言葉と抵抗にさらされた。司令官の横暴な対応は、ただでさえ緊迫していた状況をさらに悪化させた。ロシア兵たちは不満を募らせ、ますます意気消沈し、自分たちの忠誠心に疑問を抱き始めた。兵士たちが司令官の権威に挑戦し、司令部に向かって大きく一歩を踏み出したのだ。この内部抗争のニュースはすぐにクレムリンに届き、プーチンは驚きと不安の中に置かれた。プーチンは、忠実な軍隊を動員するのか、それとも別の手段でエスカレートする事態を乗り切ろうとするのか、という重大な決断に迫られた。指揮官の行動は無礼であるだけでなく、命定による判断力の低下を反映していた。この証言は、ロシア軍が直面している悲惨な状況を明らかにし、すでに紛争に疲弊している国民の心に響いた。ロシア市民の不満は高まり、和平を主張する運動が盛り上がった。市民は動員され、ウクライナとの和平協定を支持する署名を数百万人分集めた。その膨大な数の支持にプーチンは注目し、状況の再評価を促した。ロシア軍の経済的負担は、国民の不満をさらに悪化させた。十分な準備なしに急遽ウクライナに侵攻したことで、ロシアは厳しい経済制裁を受けやすくなった。インフレと為替レートの変動は、兵士たちの物資や弾薬の不足と相まって、ロシアの軍事力に対する厳しいイメージを描き出した。西側諸国が支援を打ち切り、製造拠点が移転したため、失業率が急上昇し、プーチンの指導力に対する国民の幻滅が強まった。多数の死傷者を処理するために墓掘り人を雇うという決断は広く批判を浴び、プーチンの評判はさらに悪化した。ウクライナ人が西側同盟国から大きな支援を受けるにつれ、ウクライナ軍は優勢になる。ポーランドとスロバキアからの近代化努力と重要な支援により、ウクライナの能力は大幅に強化された。こうした動きは、ロシアとウクライナの紛争において、潮目がウクライナ軍に傾き、極めて重要な局面を迎えていることを示唆している。ウクライナの予想外の回復力とロシア軍が直面する内部的な課題は、紛争の力学を再構築した。西側の同盟国からの支援とウクライナの戦略的決断が、ウクライナの軍事力を高めている。この紛争の帰趨は、プーチンの決断とこの地域の地政学的状況の変化にかかっている。